状況は大きく変わったぞ。俺はブラジルに来て、そしてアジトを手に入れたんだ。そう簡単に俺の命は取れねえぞ。王者まで一直線だよ。なあ、ブレイキングダウン7で対戦するサトルとテル、どっちが勝つと思う？テルかな。やっぱパンチ力めちゃくちゃすごいし、プロ格闘家とも互角以上の試合したしね。でもサトルも同じ格闘家と試合していい勝負したし、前の試合で闘志に火がついたっぽいから、どうなるかわからないよ。まあそうだよな。何にせよバチバチの試合になるんじゃね。楽しみだな。ところが開催1週間くらい前からサトルさんに暗雲が立ち込めます。その様子をいち早く察したのは恋人の下月ルナさんでした。下月さんは関西の仕事で2月10日から3日ほど家を開けていた時、深夜にサトルから電話がかかってきたそうです。サトル、どうしたの？こんな夜中に。ルナ、俺やばいかも。占い師の先生からある組織から狙われてるって言われてさ。え？占い師って何？そんな話聞いたことないんだけど。下月はサトルが何を言っているか分からず困惑したようで、翌日サトルさんに真意を聞いてもあまり覚えていないとはぐらかされる始末でした。ちょうどこの頃、喧嘩バトルロワイヤルでサトルさんはとある男性とトラブルを起こしてしまいました。やんのかてめえ。ロワイヤルのオーディション前にサトルさんは炎上系インフルエンサーの煉獄コロアキさんに暴行を働いてしまい、その結果コロアキさんは傷害事件として警察に通報しましたが、運営にもみ消されてしまいました。身から出たサビではありますが、さらにサトルさんへの逆境は続き、コロアキさんと仲が良くアングラ界で有名なエナジーさんが今回の件を知り、サトルにブチギレ。コロアキにはやることがある、責務がある。その活動を妨げるサトルは許さない。その後天才ラッパーとして有名なリッキーさんが仲間のサトルさんに代わってエナジーさんに謝罪したことからも相当な問題を起こしてしまったと考えられます。この件をきっかけにツイッター上でもサトルさんの様子は明らかにおかしくなっていきました。サトルさんの奇妙な言動は SNS 上だけにはとどまらず、もうまた占い師？その人って誰？一度会わせてよ。効力を失うからダメ。何それ、別に占いを否定するつもりないけど、その人の言ってること明らかにおかしいよ。なんでそんなこと言うんだよ、昔から信頼してる先生なのに。下月さんの意見には全く耳を傾けず、次第にスタンガンや警棒、催涙スプレーなどを買い漁り、コンビニに行く時も完全武装して警戒を怠らなくなっていきました。いつどこで狙われるかわからないからな。そしてブレイキングダウン7が3日前に迫った16日、サトルさんは同日ツイッターを更新。今までのツイート内容から心配する声が多数なんてことはなく、心配、ボディーガードの冷やかしなどなど、様々な反応がリプランで埋め尽くされていきました。そのようなツイートをした同日、ちょっと出かけてくる。行ってらっしゃい。どこへ行くのか、今日はいつもに比べ地味な服装なのはなんで、疑問はいろいろありましたけど、下月さんは寝ぼけていたので帰ってきてから話を聞こうと思っていました。しかしサトルさんが下月さんの元に帰ってくることはありませんでした。その日の夜の LINE にて、占い師から連絡があって今日は帰れない？どういうこと？下月さんがその後 LINE しても既読にすらならず、電話してもずっと通話中で一切連絡が取れません。共通の知り合いにも情報を募ってみましたが、全員サトルと連絡が取れなくなってしまったようでした。そして2月18日、問題の動画が YouTube 上にアップされます。何者かに襲撃された、誰の犯行で誰の仕業かまだわからない、ブレイキングダウン7をはじめとする全てのイベントをキャンセル、もちろん殺りなんか頼まねえよ、今回のことを大々的に取り上げてくれ。前日会見にも当然来ることはなく、ブレイキングダウンの運営はサトルさんの欠場を発表し、朝倉みくるさんは自身のチャンネルにて対戦相手だったテルさんと一緒に出演し、連絡が取れない状態、動画上げてるのになんで連絡しないんだよって思いますけどね。そんな時間あるんだったら人として運営に連絡するのが筋だろうと思います。サトルさんの不義理な行動にかなりの憤りを感じているようです。しかしサトル大丈夫かな、理由があっても朝倉さんに連絡してないのはまずいと思うけど。え、あれ信じてるの？あれ自作自演だよ、傷をしてる風に見せかけてるだけじゃん。ほら21日に投稿された動画見てみ、綺麗な顔してるから。嘘つくにしてももうちょっと隠すだろうに。まあ欠場が確定したからもう嘘つく必要がないって思ったのかもな。テルと戦うのが嫌だってってかなりのチキンじゃない？それだけだったら怪我とかしたって話だけでよくない？それにどう考えても運営に連絡するべきだよな。なんで連絡しないで動画をアップするなんて真似をしたのかよくわから
ないよ。確かに。なんでだろう。まず一つに売名行為だったことが挙げられるな。俺の周りにさ、ブレイキングダウンの名前は知ってるけど誰が出てるかさっぱりわからないって人結構いるんだよ。でもさ、そんなやつでもその動画のことは知ってるっていうのがほとんどなんだ。なるほど。言い方悪いけど、ブレイキングダウンに出てる人は売名のために出てる人がいるかもしれない。サトルはその一歩先を行ったってことか。全くもって褒められたことではないけどな。ただそれだけではない気がする。ブレイキングダウン以外のイベントも全部キャンセルしてるし、そこまでして売名行為をするにはデメリットが大きすぎる。多分他の理由もあるんだよ。もしかしたら本当に何かの組織に選ばれたりしてるのかな。ツイッターとかでコロアキ氏を襲った件なんかでいろいろな人が怒ってるっぽいし。しかしコロアキさんのツイッターにてサトルさんのことを許すというツイートもされていて、サトルさんが言う組織はコロアキさんとは関係がないと考えるのが普通でした。コロアキさんがサトルさんの何を聞いたのか、そして悪の組織とは一体何なのか、それは未だに明かされていません。ただ事の発端がコロアキさんに対して手を挙げたことだと考えるなら、数多くの不明点はありますが、コロアキさんが許したことにより事態は沈静化するのではといった意見も見られました。しかし事態は思わぬ展開に動くことになります。 YouTube 上で占い師に予言されていたシリーズを計4話にわたって投稿、そして新規突入と称して第5話が投稿されたのですが、ブラジルに逃亡？なんかすごいことになってきたな。サトルさんはブラジル出身で3歳まではそこで暮らしていたので縁はあったのかもしれませんが、予想だにしない展開に目が手になった人が多いかもしれません。さらにサトルさんは動画内でここでアジトができたんだな。あ、そう簡単に俺の命は取れねえぞ。一発で全て終わらせてやるよ。連合軍を結成する。ある目的を共にした者たちによる連合軍だよ。密告者、暗観のある者、敵対している組織、我々と仲間になりたい者、こういう者も日本全国から募集するよ。組織がでかい。だったらそれよりもでかい組織で毒を得て毒を制するのみだ。このように組織に徹底抗戦する姿勢を示しました。恋人の下月さんは相変わらずサトルさんとは一切連絡ついていないようでしたが、動画で無事が確認できたのか。サトルがブラジルでちゃんとご飯食べて生きてくれてるならよかった。すぐに帰ってくることはないやろなって思うけどね。サトルさんが無事なのに安堵した気持ちと突然いなくなって寂しい気持ちをインスタグラムにて吐露しました。なんか本当に何かの組織に追われてる気がしてきたよ。普通嘘なら訂正するよな。まあそれも売名しようと思った結果だと思うけどな。襲撃されたってあの動画も他の YouTuber が真似をした動画出したりしてるし、ただそれが逆にあだとなってる気がする。え、どういうこと？なぜ訂正しないのか。広まりすぎて収集がつかずにそのまま突っ走ってるって意見もあるけど、別の意見もあったりするんだよ。そもそもだけどサトルの行動どう思う？え、なんというか支離滅裂な感じがする。とても正常とは思えないのと、彼女がかわいそう。そうだな。最愛の彼氏に連絡が一切取れていないし、せめて彼女にはこっそりでもいいから伝えるべきだよな。多分だけど彼女にも隠してる何かがある。だから SNS と彼女に対する発言内容が被ってるんだと思う。なるほど。これは何だと。まるまるをやってるのを隠してるんだよ。サトルにキレていたエナジー氏のツイートでもそのことについて言及してるし、サトルのツイートのリプラン見てみ。そういう意見も結構あるから。本当だ。だったら逃げてる組織っていうのは警察の可能性もある。ほら、コロアキ氏のツイートでも自分も組織に追われてるってあっただろ。コロアキ氏も何度か警察の厄介になってるしな。そう考えると運営に連絡せず襲撃されたって動画を一番に出した。さらに嘘だってすぐに動画出した意味が出てくるだろう。運営に襲撃されたなんて連絡したらすぐに警察沙汰になる可能性が高いし、本当に襲撃されたってリアリティを出しすぎても同じことだ。なるほどな。でもおかしくないか。コロアキ氏サトルのこと許すって言ってたんだから警察にバレるなんてこと考えにくいんだけど。ああそうかもしれない。ただ今回の件で良くも悪くもサトルの知名度は上がったし、 SNS 上でそのような噂も出てき始めてしまっている。いろいろな人が動画をネタにしたパロディを投稿してるだろ。動画を検索したら有名な人以外でもネタにしてる人が多いし、
あまりに動画が広まりすぎてしまったせいで、いつどこで情報がバレるかわからない。疑心暗鬼になってるかもしれない。今のご時世、SNS の情報の扱いって怖いもんな。まあ、自分がしたことだから、自業自得としか言えないんだけど、ここまで広がるのは予想外だったんじゃないかって思ってるよ。でもやっぱり納得いかないんだよな。本当に逃げたいんだったら、わざわざ自分の居場所とか晒すような真似しないだろうし、何がしたいのか、もしかしたら、今はもう大丈夫なのかもしれなくて、またネタに走っている状況なのかもしれないぞ。あれが体内から抜けるの最短で4日くらいらしいしな。動画見ても視聴者のコメント欄ではもはや吹っ切れたネタとして捉えられてるみたいだし、もう真実が何かわからないよ。今回の一連の騒動では、襲撃動画投稿前に出場予定だったイベントの関係者、さらに恋人の下月さんが挙げられます。特に下月さんはイベントをドタキャンしたことに対して責任を感じているようで、今回の責任私が取らなきゃ、なんとブレイキングダウン8への参戦を表明しました。そんな下月さんの様子を受け、3月7日にとある雑誌記者が下月さんに取材をしたところ、実はちょうど昨夜サトルから連絡が来たんです。その時の下月は目を輝かせて本当に嬉しいといった様子だったようでした。昨日の夜に LINE したんです。そうしたら返事が返ってきて、本当ですね、無事でいるようで何よりです。正直サトルが音信不通になってからというもののメンタルはボロボロでした。サトルとグルだったと疑われたり、サトルの代わりに謝れって言われて、仕事にもなかなか身が入らなくて、言いたいことはたくさんあるけど、憶測で書かれてるネットニュースの記事や SNS の勝手な書き込みで彼の印象が悪くなってます。本当は愛情深くて優しい人なのに。ただ恋人に何も言わずにブラジルに逃亡するなんて普通では考えられないことだと思いますけど、それは二人にしかわからないことがあります。そうですか。では話題を変えますが、ブレイキングダウン8に出場しようと思ったのも恋人として責任を取りたいと思ったのがゆえの行動でしょうか。それも含めて私が出場してケツを拭きたいと思ってます。またネットで何か言われそうですけど本気なんですよ。練習もちゃんとしてます。顔ボコボコにされても構わない。試合に出て勝って心配してくれた人たちを元気にしたいです。私は逃げも隠れもしない、アンチにやってやったぞと言ってやりたいです。と言ってもまだエントリーしただけなんで出れるかはわからないですけど。なるほどです。そういえばもうすぐ14日で、その日はサトル氏が出演予定だった炎上万博が開催されますけど、下月さんはこのイベントはどうされるおつもりですか。私はそれにも出演予定ですし、 DJ 社長がサトルに向かっていろいろ呼びかけてくださっていますし、ブレイキングダウン出場している時からサトルがお世話になっているパン中村さんもお越しになるので、サトルが帰ってくるのを信じて待ちたいと思います。そんな下月の思いをよそに、サトルの動画で新たな展開を迎えることになります。俺が見たビジョンというのは、やっぱり生き別れてずっと連絡も取ってなくて、どこで何してるかもわからない家族のことがずっと何時間も何時間もね。正直25年間生きてきて、いろいろお母さんに迷惑かけてきたんだけど、たくさん迷惑をかけてきたことを素直に謝りたいって思ったことは生まれて初めての出来事だったよ。実のお父さんと最後に会ったのは小さい頃で、今は全然会ってないし連絡も取ってないけど、それでもやっぱり実のお父さんだし、ものすごく会いたくなって、お母さんから聞いたけど、お父さんブラジルにいるらしくてさ、連絡先聞いてこちらから連絡したらお父さんこっちに来てくれるみたいでさ、10年以上ぶりだな。どういうつもりで動画出してるんだ。ちょっと前に組織にアジトがバレたって緊急事態の動画出したと思えば、妙にハートウォーミングの動画を出したりして、父親と会った動画も出してるけど、なんか超久しぶりに会ったような感じがしないんだよな。なんてか組織に狙われてるって言うんなら身内の危険も考えろって突っ込んじゃうあたり、俺もサトルの摩訶不思議さに惹かれてしまっているのかもしれない。ちなみに3月14日、下月さんの期待虚しく、炎上万博にサトルさんが顔を出すことはありませんでした。皆さんすみません、サトルが皆さんにご迷惑ばっかりおかけして、本人がこれを見てくれたらいいんだけど、また数日連絡取れてなくて。ルナちゃん、そんなに気を落とさないで。なんかあったらいつでもケツ持ちしますんで。 DJ 社長さん、パン中村さん、ありがとうございます。サトルが帰ってきやすいようにこういう場所を作っていただきありがたいです。ちゃんと謝罪したいです。ブレイキングダウンを楽しみにしていらっしゃった方もいると思いますが、本人から謝罪がないんで、私から本当申し訳ありませんでした。しかし逃げも隠れもしない、サトル自身が真っ先にこう言ってるのに、当の本人はブラジルに
逃げて隠れてるってなんかおかしいよな。恋人が逃げも隠れもせずにブレイキングダウンに出ようとしてたり、炎上万博に顔を出してるってことからも、そのことが余計に目をつきますよね。恋人の方はサトルにご出身っぽいけど、サトル自身は恋人のことどう思ってるんだろうな。連絡がついたってのもサトルから連絡したんじゃないし。それはわからないです。ただ動画内では下月氏のことは一切触れています。それが全てではないでしょうか。実の親に対していろいろするのは素晴らしいことだよ。でもさ、恋人をはじめ今まで関わってきた人をないがしろにしていると言われても仕方がない行動ってどうなんだろうな。襲撃動画を足がかりにいろいろな展開を考えて再生数稼いでるような気がする。〇〇のことや警察のことなんかも動画内で言及してるし、いろいろな声を聞いた上で動画投稿してる感じ。でもさ、こいつ本業はラッパーだよな。そんな目先の再生数稼ぎをせず本業に専念すべきなんじゃないかって思うけど。今のご時世、いろいろなお金の稼ぎ方があるとも言えますが、本業一本で食べていくということがなかなか難しい時代なのかもしれません。音楽業界なら一昔前ならいい曲を出し CD 売り上げで大きな収入を得るというのが期待できない現状でもあります。ネットでは注目を浴びてなんぼってところがあるけど、目先のことにとらわれた結果自分を見失うってこともよくあるからな。あとは今回の一件のようにいろいろな人に迷惑をかけてしまう可能性も高いです。様々な情報が錯綜している状況ではありますが、サトル氏がまずするべきことは迷惑をかけた人に対する謝罪、これでしょうね。いずれは今回の騒動の被害者について言及する日が来るかもしれないな。